おはようございます皆さん。今日はね、プルコギをやっていきたいと思います。で、まあプルコギ食べるのも初めてなんで、で調理済みだからこれ焼けばいいだけだと思うんで、早速焼いていきたいと思います。プルコギって、プルコギって焼肉なのか。牛のバラ肉を味付けされたものなのか。まあ、太陽豆乳されたんで、されたってかしたんで、まあいつも通りホットプレートが温度下がっちゃってますけど、お供は綾鷹ですね。だいぶプレートの温度が下がっちゃってますね。全く関係ない話ですけど、昨日映画見に行ったんですよ。愛の歌を聴かせてっていうアニメ映画で、なんか自分と、もう一人のお客さんだけだったんですけど、女性だったんですけど、なんかまあ内容的にまあそこそこ言っちゃいい話だったんですけど、まあそんなしっかり周りの人が泣いてるっていうのが分かるほど泣けるようなその映画じゃなかったんですけど、まあ結構いい映画だったはいい映画だったんですけど、でもそのね、自分ホールに自分ともう一人しかいないんで、なんかその人が周りに分かるぐらい泣いてて、
あこの子この人いい人なんだなっていうのがこう伝わってきて、でも映画一人で見に来るような感じなんだなとか、友達と時間が合わなかったんだなとか、なんかそんなことを考えてましたね。おでホットプレートの温度がまた戻ってきてましたね。プルコギはほぼ味付けのことを指すのかな。多分味付けがプルコギ風とかだとごま油とかネギとかその辺まあ、この他の動画にもね、ホットプレート動画やってたりとか、まあ、ステーキ焼いてたり肉焼いてたり麺調理してたりで、外でアウトドア系の動画で、まあ、肉焼いたりそっちでも麺調理したりとかいろいろやってますんで、よろしければ他にもどうぞ。でこれからもね、美味しそうな動画とか、まあ、いろいろなんか珍しいものとかあったら、まあ、自分が手に入れられる範囲でやっていけたらなと思ってるんで、美味しそうな動画撮っていくんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあだいたい火、プルコギってこんな感じなんですね。焼肉をごま油とネギ、いただきます。うまい、おいしいおいしい。これだけ薄く切って揉んでるんで、多分筋とかあっても噛み切れないとかそういうこともないんで、まあ、こういう調理法なんだなっていうのは分かります。あとはね、一人で食べようと思います。最後まで見てくれた方、ありがとうございました。それでは、今日はこの辺で失礼しようと思います。ありがとうございました。失礼します。